はい、本日は立石光雄選手、南海ホークスでございます。パ・リーグ初の背番号0をつけまして、内野のユーティリティープレーヤーとしてね、打って活躍、そしてですね、こちらにございますようにね、走ってもよしという感じでね、もうね、内海をね、支えたね、選手の一人でございます。立石選手は大阪出身で、高校は初芝高校、現在のこちら初芝立命館高校なわけですが、3年春選抜に、出場されております。3年秋1975年、こちらドラフト1位の面々でございますが、当時はですね、指名順に抽選方式と言われてね、指名順を抽選で決めてね、一番くじを引いたこれ、ロッテからね、順番に指名していくわけなんですが、ね、どちらかといえばですね、指名順の遅いね、中日の田尾、広島北別府なんていうところにね、好選手がね、いるドラフトですよね。E の一番くじを引きましたロッテはね、三菱重工三原のこちら田中投手をね、指名したわけなんですがね、まあ当時のね、農人スカウト部長がね、10勝しなかったらね、もう腹を切る前後ろに辞めると言ったわけなんですがね、まあ翌年残念ながらね、田中投手はね、2敗ということでね、プロ初勝利にならずね、脳にスカウト部長ね、辞められたわけなんですけどもね、まあね、田中投手もね、ロッテ在籍2年というわけですから、ね、井の一番のドラフト1位としてはね、ちょっとという感じはいたしますね。そのドラフト会議、南海ホークス3位指名されたのがね、本日の主人公、立石光雄選手でございます。入団1年目ね、まあ、高校時代ピッチャーをやっていたこともありましてね、まあ、打撃練習でね、打撃投手を務めることになって、こちらのね、門田博美選手とのね、打撃投手をするわけなんですがね、ストレートだけ投げろ、外角低めには投げるなというね、指示があったそうなんですけれどもね、まあね、ポンポンポン打たれるからね、ちょっとね、フォークボールを投げたらね、まあ、三振したわけなんですよね。三振しかね、空振りしちゃったわけなんですよ。それでね、まあね、怒られるかなと思ったところね、まあね、門田選手からね、おもろいやつということでね、まあね、逆にね、可愛がってもらえるようになったらしいんですって。そしてですね、まあ3年目にね、まあ一軍昇格した際にはですね、まあ、門田選手と同じ部屋になってね、いわゆる部屋子、まあ、先輩選手のね、世話役をするわけでね、お風呂を沸かしたりとかね、まあ自由時間にはね、麻雀のお相手をしたりしたそうなんだそうですが、まあ成績の方はですね、3年目一軍昇格した年は12試合で1割6分7厘、そしてですね、4年目は出場なく、5年目もですね、わずか1試合とね、まあね、1軍2軍をね、行ったりとかね、まあ2軍が長いわけなんですがね、やはり足やね、肩とかね、腰のね、故障っていうのもね、あったみたいなんですよね。6年目からですね、まあ62試合打率2割2分1ホームランとですね、まあ内野のユーティリティとね、して活躍するようになったわけで、7年目のね、82年も49試合で1割8分8厘1本塁打というね、成績だったわけなんですがね、8年目をね、迎える前にね、ちょっとね、チャンスが来るわけなんですよ。というのもね、こちらのね、藤原充選手がですね、まあ、引退されたということでね、まあ、サードのポジションがね、空くわけでね、このサードのポジションをね、狙いに行くわけなんですね。背番号もですね、41番からね、1番に、ね、なりましてね、こちらのですね、久保寺裕二選手とね、サードのポジションを争いをするわけなんですがね、この年は久保寺裕二選手が123試合で2割6分に11本塁打とね、まあ、サードの、ね、定位置はね、久保寺選手が獲得したわけでね、立石選手は33試合で1割9分1、1本塁打の成績にね、終わってしまったんですね。このね、83年はセリーグではね、長嶋選手が背番号0に変わりましてね、まあね、活躍したじゃないですか。ということでね、パリーグね、第1号となりました背番号0のね、立石選手がね、9年目84年からね、スタートするわけなんですよ。そしてですね、貞子選手がね、ショートのね、怪我したということでね、久保寺選手がね、ショートへ回るということもありましてね、今度はですね、こちらの池上選手とね、サードのね、レギュラーをね、争うわけなんですがね、まあ、池上選手はね、全然120試合でね、2割6分5厘7ホームラン、一塁でね、活躍したわけでね、まあ、サードに回ったね、池上選手ね、今年も94試合で2割5分5厘4本塁打という成績なわけなんですが、ね、立石選手もね、負けてなかったんですね。サードでのね、先発出場は59試合でね、この年は74試合に出場、2割8分6厘7本塁打とね、まあね、まあ、キャリアハイのね、成績をね、プロ9年目にしてね、残すわけなんですよね。広島のね、長嶋選手同様ね、背番号0にしてからね、もう活躍するわけですからね、なんか背番号0ってね、なんかいいイメージがね、なんかね、ちょっとね、この当時ね、ついたっていう風なね、感じもしますよね。そしてですね、立石選手といえばね、やはりね、この年のね、こちらになりますよね、生澤選手がですね、センターへね、犠牲フライを打ち上げてね、駒崎選手がね、まあこちらね、サードへね、進むわけじゃないですか。この時にね、サードを守っておりますのが、背番号0、立石光雄選手なわけなんですがね、まあ、グラブはね、グラブでね、ボールはね、グラブの中に入っているわけなんですがね、まあね、珍プレー大賞をね、受賞したね、このプレーなんですけどね、まあ皆さんがね、ここね、面白おかしくね、やってるんでね、私が喋ってるよりね、面白いんじゃない
かなっていうか、まあ、間違いなく面白いわけなんですかね。まあここはね、駒崎選手がね三塁ベースをね離れるのをね、立石選手がねまあねこう、いやこれでアウトですからね、これ見事隠し球成功。これね結構ね有名ですよね。まあね、隠し球は成功したわけなんですがね、立石選手ね、このゲームでね、あとでなんとね、足をね、骨折しちゃうわけなんですよね。まあね、立石選手曰くね、まあね、隠し球はうまくいったけどもね、まあ、骨折というね、オチがついたってね、まあね、苦笑いしながらね、後にね、おっしゃっているわけなんですよ。まあね、隠し球もね、あれなんですけど、ここね、見事なんですね、このスクイズを決めてね、三塁走者のみならずね、セカンド走者のね、山本選手がね、帰ってくるツーランスクイズもね、決めちゃってるわけなんですよね。キャリアハイのね、この年はなんとね、ヒットもね、57本ね、打ってるね、まあね、ヒットメーカーなわけなんですけどもね、まあね、パンチ力っていうのもね、あるのかなっていうのもね、この年はね、垣間見られるわけなんですよ。それまでね、1本しかね、ホームランで、ね、まあ、毎年のようにね、まあ、1本塁打なんですけど、この年はね、本当キャリアハイでね、7本もね、ホームラン打ってるわけなんでね、本当ね、背番号0にしてね、良かった年なんですよね。まあね、骨折さえなければね、まあ、試合数もね、74試合じゃなくてね、もっとね、増えたんじゃないかなというところはありますよね。まあね、チームプレー大賞も取ってね、まあ、ちょっとオチはつきましたけどね、プロ9年目84年はね、充実したシーズンだったわけなんですが、翌10年目のね、85年はですね、まあ、36試合で打率2割、ホームラン1本ということでね、こちらのね、池上選手がですね、100試合で3割1に2本塁打とね、活躍されてね、まあ、他にもね、山村選手なんかがね、サードを守ることでね、レギュラーポジションをね、奪われちゃったわけなんですよね。そしてね、迎えました11年目の86年、まあね、この当時はね、こういうふうにひげを生やしてるわけなんですよね。河野選手の影響なんですかね、このひげっていうのは、一軍ね、試合必要なくね、この年をもちましてね、引退されるわけなんですね。プロ11年間での、ね、通算成績は267試合で110安打、11本塁打、打率2割3分8厘の成績を残されております。引退後はですね、もうずっとね、ユニフォーム着てね、コーチをされてるんですよ。まあ、台湾とかもね、含めましてね。まあ、ね、調べたらね、2013年以外はね、ずっとね、どっかに所属されてね、まあ、コーチとしてね、教えられてるからね、やはりね、こういう方はね、他にもいらっしゃいますけどもね、やっぱり有能なコーチなんですよね。こちらはですね、中日ドラゴンズ時代ね、これ、根尾選手ね、投球練習を教えてるんじゃないですか。これ、スローイングのね、指導されてるところなんですよね。そしてですね、そして昨年のね、2022年からは関メディベースボール学院でね、まあ、アマチュアでもね、まあ、コーチをねされてるようにねなったわけなんですね。隠し球でね有名になったね立石選手なんですかね、まあ、実はね2軍でもね2回か3回ね成功させてるらしくってね、まあ、それをね分かってたということでね、ショートの久保寺、ピッチャーのね畑山投手がですね、まあ、なんとなく分かった感じがしたんでしょうね。まあそれでね、まあこの2人がね、まあ、間をね、時間をね、取ってくれたということもね、成功の要因だったとね、後にね語られておりますね。本日は南海ホークス立石光男選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。